さあ始まりました。一体ドラ猫は最大何キロの魚まで加えることができるんでしょうか。解説は日本獣医師会の宮田先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おっと、早くも加えたか。いや、まだ魚に対して警戒しているようです。手を使って恐る恐る様子を伺っています。そして今加えました。軽々と運んでいきます。85グラムのイワシを簡単にクリアしました。続いての魚はサンマ。その重さは135グラム。さあ今度は体格の良い白いドラ猫がやってきました。先ほどと同じく魚の様子を探っていますが、あっと、あっという間に加えていった。135グラムのサンマも簡単にクリアしました。続いての魚はマダイ。そうじゃないか。その重さは405グラム。さあ白と茶のドラ猫がマダイに向かってゆっくりと近づきます。405グラムのマダイを加えられるのか。おっと、手をそっと置きましたが、先生これは押さえて周囲を見てますね。冷たいか温かいかみたいな。おっと、尻尾の方を加えました。そしてあっさりと持っていきます。405グラムのマダイもクリアしました。やんねえ、こんな新鮮なもん。検証2日目魚はアイナメ。その重さは515グラム。いい魚なんでしょうね、どれも。検証2日目、飢えたドラ猫たちの巣窟に置かれたアイナメを狙ってまたドラ猫がやってきました。手を使って魚の様子を探っています。おっと、何があったのか。あっと、なんかこっちに次に軽々とサンマを持っていったあの白い猫が現れました。そして魚の様子を確認し、また簡単に加えました。ごちそうを取られたと恨めしそうな猫に一瞥もくれず悠然と立ち去ります。これぞまさに泥棒猫。その後魚が徐々に重くなるにつれて様々なドラ猫たちが諦めていく中、610グラムのヒラメからサバ、そして910グラムのカンパチとクリアしていったのはこの3匹のみ。この3匹が加えられなくなるまで魚の重さを上げていく。そんなに猫って食えるのかな。続いての魚はスズキ。その重さはついに1キロを超え 1.2キロ。ヤブの中から405グラムのマダイを加えたあの白と茶のドラ猫が現れました。先生また尻尾狙いでしょうかね。頭はね、危険だし加えにくいんですよ。それで尾っぽから持っていくんですね。なるほど。おっと、加えました。鈴木もクリアです。持って帰れんのか本当に。検証3日目、魚は煮付けなどでよく食べられるキンメダイ。その重さは1.4キロ。さあ検証3日目になりました。腹をすかした猫たちが再び獲物に群がります。お前には無理だろ。しかし 1.5 リットルのペットボトルほどの重さがあるその魚の巨体になすすべもなくうろうろするばかり。匂いを嗅ぎ、そして様子を伺っています。まさに猫の手も借りたいという状況はこのことでしょうか。持って帰りたいのに持って帰れない。大丈夫ですかみたいな。そして周囲がまさに猫の子一匹いない状態になりましたが、出ました、鋭い眼光。3日目も現れたブチ模様。ヒラメ610グラムとサバ705グラムを持っていったあのブチ。ブチがキンメダイの巨体に今挑もうとしています。頭か腹か、いや尻尾を噛もうとしています。お、そして今ゆっくりと持ち上げようとしています。おっと、お先生、これは何が起こったんでしょうか。さっきの猫は諦めたんですかね。折られると思ったら動けんだな。今度の猫はね、成功しそうだったので慌ててもできたんですよ。なるほど。改めて 1.4 キロのキンメダイもクリアしました。始まることじからね。続いての魚はカサゴ。その重さは 1.6キロ。痛いだろこれ。さあ現れたのはあの白のドラ猫。515グラムのアイナメを軽々と持ち上げたあの白のドラ猫が 1.5 リットルのペットボトル以上の重さを加えて持ち上げることができるんでしょうか。
この白のドラ猫は尻尾ではなく腹を狙いますよね。これは相当強い顎の力が必要でしょうね。なるほど。おっと、持ち上げました。難しいとされた腹を加えたまま力を見せつけるように悠然と立ち去ります。カサゴ 1.6kg もクリアです。尻尾がまたでかいよね。続いてアジの中で最高級と言われる島アジ。高いぞこれ。その巨体の重さは 1.8kg。 これ上げちゃうのこれ。この大物をドラ猫は加えることができるのか。さあ、三度その姿を現しました白いドラ猫、またしても腹に襲いかかるのか。しかし重さは 1.8 キロにも及びますが、持ち上げた。 1.8kg をものともしません。後ろ姿にも貫禄だ。シマアジ 1.8 キロもクリアです。すごいこの人。一体ドラ猫が持ち上げられる魚の限界はどこにあるのでしょうか。これ本当に猫なのか。続いてカツオ。カツオだよ。その重量はついに2キロを超える。2キロ。さあ、とうとう2キロの大台に突入しました。来たね。その重さはペットボトル2リットルを想像していただければ、猫にとっていかに重たいかはお分かりいただけると思います。俺も持ち去りたい。しかし2キロの重さを前になすすべがないドラ猫たちですが、出ました。これはあの白と茶のドラ猫。 910g のカンパチ、そして 1.2kg のスズキを加えたあの白と茶です。その瞳に映るのは 2kg のカツオのみ。さあ、この白と茶の猫は尻尾を狙うのがセオリーでしたが、やっぱり尻尾からいきますね。また尻尾を加え、そして持ち上げました。2キロの巨体を引きずりながらもしっかりと加えて後ずさり。そしてこの自信に満ちた表情です。あの草むらの奥でもパーティーです。飽くなき魚への執念。2キロのカツオクリアです。すごいね。続いて本マグロの子供メジマグロ。メジマグロ。その重さはカツオより重い2.1kg。これが食べたいよ。さあ、現れたのは 1.4kg の金目鯛を加えて持ち去ったブチ模様のドラ猫。黒が再び尻尾を加えて持ち去ろうとしていますが、 2.1kg の巨体になかなか持ち上がりません。おっと、これは先生食べ始めてませんか。この重さだとね、やっぱりもう諦めて食べちゃいますよ。ということはブチ模様はここまでです。はあ。内模様のドラ猫はマグロを加えられなかった。残る2匹に期待がかかる、さあ、カツオを加えて持ち去った白と茶のドラ猫に期待がかかりますが、おっと、スルーしました。え、先生これは経験豊富な猫ですね。もう見ただけで諦めましたね。白と茶の猫も加えられなかった。残るは白いドラ猫を飲む。シマアジを持ち上げた白いドラ猫は 2.1 キロのマグロを加えることができるのか。先ほどのマグロは食べられてしまったため、同じ重さの新鮮なマグロに変えて再度検証をする。さっきのでいいじゃん。いいじゃん。 1.8 キロのシマアジを圧倒的なパワーで持ち去ったあの白いドラ猫が来ました。来たよ、横綱が。今回は腹ではなく尻尾のあたりを加えようとしていますが、なかなか牙が刺さりません。さすがの横綱も無理だね。なんとか尻尾を押さえて加えようとするもののうまくいきません。と、これはマグロを加えられず食べてませんか。あれ、自分の体の半分近くありますからね。諦めて食べたんですね。ああ、白のドラ猫も 2.1 キロのマグロの前に敗れ去りました。ものすごい食ってんじゃないですか。こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた。サザエさんが追いかけているお魚くわえたドラ猫は最大約2キロのカツオまでくわえることができる。